カフェ&バーっていうのがあるんですけど、はい、というわけで今日は岡山県新見市にやってきました。A級グルメの街、新見市へようこそ。ここが新見のロータリー、そこにちょっとした商店街的な感じなんですけど、レンタカーあったり食堂あったりいう場所です。自販機と思いきや、こういう薬務グッズも売ってるっていう感じで、その隣にカフェ&バーっていうのがあるんですけど、こちらがメニューです。海鮮ビール、やっぱそれぞれ味が違う。これもやっぱ島根の鳥取島根。いや、大丈夫ですか。はい、大丈夫。今日限定みたいな感じ。今日限定というか、夏限定。あ、夏限定なの。ありがとうございます。メロン使った感じで、それにメロンボールがあって、その中にかき氷ですよね。
氷の中にあの練乳かかってますね。あ、こちらのお店で出してるようになる。南区でしたっけ？藤田のなんかあの工場ありますよね。はい、というわけでカフェ&バーニーチさん、まあ、ニーミっていう 番号というかネーミングですね。まあ、元々なんか電車のあれなんかなと思ったんですけど、213系みたいな、そうじゃなくてニーミから来てるということで、なんかとってもね、あのいい感じのお店で、店員さんも結構なんていうんですかね、すごい愛想も良くて、まあ、いろんなね話をしてくれたりとか、どら焼きいただきました。これあの藤田、岡山市の南区だったかな、あの笹ヶ瀬川かなの東方になんかそういうどら焼き自販機みたいなのが、どら焼き自販機があって、そこで売ってる商品で待ったりするんですけど、結構ね美味しいということで有名なんです。ここでもね買えるということで、であとあのメロンのパフェみたいなのも、まあ、期間限定、夏場限定 で9月まで出す、まあ、9月ぐらいまで出すかなみたいなのはちょっとまだわからないみたいな感じだったんで、でまたそれ終わったらまた新メニュー出たりとか、まあ、ちょっとね参考的な感じでちょっと見ていただきたいなというか、確認していただきたいなと思います。パフェ以外にもなんかいろんなねカフェメニューあったりとかするんで、ぜひ行ってみてください。